両足を失ってもタスク君は前へ。めっちゃ楽しいです。もっと前へ。僕は将来小児科医になります。長谷川タスク君13歳。生まれつき腰椎がなく歩くことは叶いませんでした。小さい頃から頑張り屋さん。ご飯大丈夫行くか。40だけど落ちんそうね。家庭で落ちるっけな。ずっと抱っこして上がらないけんのかなと思ってたけど、もうこのちっちゃいうちから階段登るんだと思って。ああ近い近い。痛い痛い。家族に支えられ明るく人懐っこい子に育ちます。9歳の冬。この足は来週で最後です。なので話をしたいと思います。可愛い足をお別れするので嫌だ。嫌だな。一回でもこれこうやって立たせた。ああ、立って立たせてあげたかったか。どうすんだ。立ちん頑張ったね。成長とともに大きくなる肺や胃などの内臓のスペースを広げるため、足の骨を腰椎の代わりとして移植する手術を受けました。リハビリにも前向きでした。筋肉を、これきつい、これきついが、だけどやっぱそれがもう一回やってみて。だってだってちょっと綺麗に取れないけど。そうそう、じゃあガンダム一機買ってよ。意味がよくわからない。ガンダム買ってよ。そう、意味がよくわからない。タスク君は小学4年生の時、地元の車椅子バスケチームに入団。5歳上の兄の新田さんも弟と一緒にプレーするため車椅子バスケを始めました。生まれた時から障害持っててすごい大変だったと思うけど、今まで明るく生活していってるのでとてもすごいな、尊敬してます。タスク頑張れ頑張れ、タスク頑張れ、差がついてるぞ。できることがどんどん増え、将来の夢も膨らんでいきました。タスク君はさ、なんか将来の夢とかあったりするの？はい。お、小児科の医者になりたいなって思って。入院してた頃の先生とかが結構かっこいいなと思ってて。いつも一番乗りに登校し、友達もたくさんできた小学校も、もう卒業。はい、僕は将来小児科医になります。宮本修。はい、中学校でも。タスク君にさらなる大役が。オリンピックの聖火ランナーに選ばれたのです。頑張ってるっていうのをみんなに伝えたいし、特に障害を持ってる方とかはもっと活躍してほしいなとは思ってます。コロナ禍による1年の延期を経て、ついにこの日が。決められたコース100メートルを進みます。わずか4分間、全てが輝いて見えた景色。今日はやっぱり特別なことなので、人生の中で最も輝いた日だと思います。これからも車椅子バスケも勉強も前へ、もっと前へ。タスク君にとって今障害があることってどういうものになってる？自分を強くしてくれた存在です。